最強の横綱、秘境山、どんなの？自分の側の土俵をちょっと高くしてる。最強の横綱、秘境山、どんなの？相撲です。最強の横綱、秘境山、どんなことすれば、強いかな。お宅の猫ちゃん、かわいいですね。取り組みの最中に、組み合ってる最中に耳元でね。なんか明日は武道館でやるらしいよって嘘ついた。なんか工事やってんのかな、国技館は。な、明日は武道館らしいよ。9時集合で。肘にジェットを仕込んで、ジェット張り手を繰り出してくる。ないんでしょうね。まあ、規約にはないんでしょうね。相撲規約には。肘にジェットを仕込んではならない。天才だし、体もでかいし、ものすごく努力してる。卑怯だぞ。お前に勝てるわけないだろ、卑怯だぞ。そんで卑怯山を名乗る。お米の代わりにカリフラワーなどを使い、無理なくダイエットをさせる。相手の部屋にちゃんこ版を送り込んで、米を置き換えたダイエットをね。なんか長くなるな。秘境山について考えてると、どうしても文章になりがちだな。土俵の中に付け人を潜ませておいて、足の裏をこちょこちょする。3人ぐらいの付け人をね、透明化した付け人と共に2対1で戦う。極悪行事、木村悪之助と共にやりたい放題。ちょっと悪ふざけしちゃったかな。最強の横綱、秘境山、どんなの？極悪行事、木村悪之助と共にやりたい放題。テニスのダブルスのお題になります。皆さんからコメントで回答をいただいており、それをご紹介させていただこうかな、なんていうコーナーです。匿名の方からいただいております。試合前に必ずフュージョンを要求してくる。やらなきゃ拗ねるから、ね、なんか分からんけど外人っぽいな。なんかわかんないけど、外国の方っぽいな。匿名の方。光栄になるたびに後ろから、うわっ！ってやつ。結構機会あるよ。やる機会。多分、いっぱいあるんじゃないかな。試合中にも、1回、2回じゃないからな。デンキックさん。サーブが強すぎてボールがサイコロ状にバラバラになった。このラケットのガットでね、ガットでガッもうスパッてなるやつね。そのたんびにちょっと怒られるから。二人で、匿名の方。ボールボーイを人として扱ってない。いややわ、隣にいなきゃいけないし、その時隣にいなきゃいけないしな。なんかわからんけど同類だと思われそうだし、付き合いづらいわ。カツサンド100円さん。妹の元夫。まあ妹が離縁した段階でうわーってなるだろうな。そっかー、
どうにかならんか。結構テニス的にはすごいいい感じなんだけどな。お兄さんって呼ばれるんかな今後も。という感じです。ありがとうございます。なんか最強の横綱卑怯山の回答もなんか楽しみですね。面白そう。今週はですね、まあサガフロンティアですね。サガフロンティア2がまあエンディングを迎えた感じでしょう。いいゲームでした。昔やった時はなんかね、ボリュームのは少ない印象だったんですけど、まあそうでもなく、いや、グラフィックもいい、ストーリーもいい、バトルシステムもまあまあ、戦闘バランスだけがなんかちょっと、ね、良かったです。非常に満足感ありました。90点。わかんないけど、多分90点。サガフロンティア2、90点。どうもありがとう。あと、競馬がね、馬娘以来ちょっと競馬をたしなんでいるんですが、大阪杯ですね。4月4日は大阪杯。1着レイパパレ、2着モズベッロ、3着にコントレイルということで、このコントレイルとレイパパレは買っていたんですが、モズベッロは買わずということで、まあ、惨敗いたしました。でもだんだん本当に、そのいろんな馬、競馬関連のニュースとかを見始めてるから、趣味が増えた感じがあります。まあ、お金を使う趣味なんでね、あんま気軽にはできないけど。あと今日、そうそう、ダービー卿チャレンジトロフィーっていうのも馬券買ったんですけども、これ G3 ですね。1着テルゼット、僕が買ったスマイルカナは14着ということで惨敗でした。やっぱ騎手、これデムーロ、1着デムーロなんですけど、騎手でもルメール13着だしな。まだまだその辺は全く分かりません。適当に買ってます。でもやっぱ馬券を買うことによりそのレースにまた注目したりもするしね。週に1回っていう、まあ週に1回2回っていうのもなんかいい感じだよ。毎日こんなことやってたらさ、さすがに厳しいけど、週1回ちょちょっと500円1000円かけるぐらいだったら、まあ、でも年間通して負け続けるとえらいことになりそうだけど、趣味が一つ増えました。で、今週末は、桜花賞ですか。まあ、ソダシっていうね、馬が非常に人気ある、あの白毛の馬が非常に人気あるわけですが、今のところ僕が考えているのは、メイケーエール、これが非常に希少なんで愉快な馬らしいんですけども、まあ、メイケーエール、サトノレイナスあたりかなと。まあ、ソダシもね、まあ、副賞を買っといてもいいんですけど、別に副賞でさ、当たったところで全然お金返ってこないからな。まあ、メイケーエール、サトノレイナスでよろしくお願いします。うちの馬はまだまだ全然走りませんが、楽しみにしてます。